マリリンと一緒。ということでですね、今日はお仕事終わりに月に1回通っている整体に行ってきました。私肩こり首こりがひどくって、肩にボトックス注射みたいなのを2回打ったことあるんですけど、なんかその後にずっとしこりがあって首が右に回らなかった時も、その先生の一指でパッと振り返られるようになったりとかして、もうそれから絶大なる信頼を置いていて、今日も時間を見つけたので先生のところに行って施術をしてもらってきました。ということで今日は整体を受けました。さあ他にもたくさんご紹介していきますので、皆さんついてきてくださいね。入るところの動画はまさかの撮れてませんでした。本当にすいませんでした。頭からつま先まで全部整えてもらってすっきり、バイバイ。まあ、新鮮ですね。なんか急遽なんか昨日連絡もらって、うん、あのなんかいつもこうやってるスキンケア、あのメンテナンスか、美、うん、を保つためのメンテナンスみたいなのをちょっとなんか紹介してくれるっていう話だったんで、うん、ちょっと軽いノリで来てみました。でもね、来てもらったけど別にやれることは何もないんだよ。え？その中は男子禁制のサロンさんとかもあるから、はい、いくら撮影とはいえ私しか入れないかも。え？今から行くのは、はい、っていう機械を当てに行きます。はい、早くて2時間で出てくる、長くて2時間半ぐらいで出てくる。あ、そうなんですか。うん、からまあまあそれぐらいにこの辺にまた行ってくれれば。今なんかさらっと流したんですけど、うん、早くて何分ですか。早くて2時間で、遅くて2時間半わ、うん、かりました。うん、全然普通よ。あ、わかりました。うん、その後も移動とかあるから、はい、もう終わるとき連絡するけどこの辺にいてほしい。あ、うん、了解しました。わかりました。じゃ行ってくるよ。はい、じゃあお待ちく。はい、待ってます。今、あったかいジェルを塗ってもらってます。このレセラさんはだいたい平均月 1,2 ぐらいのペースで来てまして、通い始めてまだ 3,4 回目なんですけど、1回目の施術後の効果の実感が大きすぎて即リピーターになったサロンさんです。新宿にあるのでよかったら皆さん来てみてください。めちゃくちゃ長いじゃないですか。2時間って完全に慣れてたっすわ。女の子と人間なんですね。なんとも言えない気持ち。密着って言ったものの入れないかもしれない。あ、お疲れ様です。お待たせ。お疲れ様です。めっちゃ爆睡してた。見てください、僕の顔。ちょっと眠そうかな。待ち疲れです。何して待ってたの？待っててって言われたから。え？犬と一緒ですよ。犬、犬と一緒。2時間半繋がれてたの？そうですよ。犬と一緒ですよ。待っててって言われたから待ってた。なんて、はい、ちょっとね、もう次あるから移動しよう。わかりました。ここです。私が通ってる美容院 LOG 六渋谷2。なるほど。はい、俺中で涼しんで待ってれる、待ってればいいんですか？いや、多分平台に何でいるんですかってなっちゃう。そうだね。うん、大体これも聞いといていいですか？早くて2時間。長くて2時間半。じゃあ待つってことになる。私は終わるから連絡するね。わかりました。じゃあ待ってます。行ってきます。はい、担当の沼口さんです。イエーイ。今日もサラサラツヤツヤ南カットでお願いしました。これからカラー剤を塗っていきます。私のプライベートでも仲良しリホちゃんです。リホちゃん、リホちゃん、今リホが貸してくれた三脚を使って撮ってます。はい、仕分け部分終了です。ここに仕分け紙を使ってます。アップした時に出るようにしてます。はい、ということでログ渋谷2の沼口さんに
からトカットとトリートメントしてもらいました。来る時はスタッフさんも一緒だったんですけど、なんか長いので帰りますって言われて帰ってしまったので、私が一人で回してます。明日もまた別のサロンさんに行きます。今日は美容師のサロンさんに行きました。今 B カラットさんでの処理とラジオ波の手術が終了しました。今日もスタッフさん誘ったんですけど、長いから嫌だということで来てもらえず一人で回してます。今日はこの美容師とラジオ波のエッスでおしまいなので、また明日に続きます。バイバーイ。ございます。今日で 1,2,3 4日目かな。もちろん今日もスタッフさんは来ずです。もう全部ついてくるって言ってたのに、おかしな話ですよ。今日は伸びに伸びきったこのネイルを変えていきたいと思います。行ってきます。集合っていう呼び出しがかかっちゃったので一旦待ってます。あと30分ぐらいで終わるからちょっと待っててって LINE が入ったんですけど、80分越しましたね。これは一発目の時の思い出が蘇ります。じゃあもうちょっとだけ時間ちょっと待ってみます。なんといつも担当してくださっている神がこの度8月10日に入籍し、白石さんになるそうです。イエーイ。すごくないですか。白石麻里奈の誕生日が神の入籍日で、神白石になるって言うんですよ。そんなことありますか。今お会計っていう LINE が入りました。お腹入りましたよ。まあ、やっと終わる感じですね。なんとも言えないですよ。待ってよ、待たせ。お疲れ様です。お疲れ、おはようというか。あ、おはようございます。おはよう。おはようございます。なんで今日もさ、はい、入るときさ来てくれなかったの。昨日も。いや違うんですよ、あのあれかな、ちょっとあの白石さんの編集がちょっと見せました。本当に私の編集だった。はい、まあ、じゃあよしとしよう。忙しくて忙しくて。ちゃんとあの OK 出たので、はい、撮ってきましたよ。 ありがとうございます。ネイルを変えてきました。あ、本当ですね。はい、めっちゃシンプルフレンチ。ちなみにこれこんなシンプルで、うん、まあ、お綺麗だと思います。ありがとう、うん、シンプルなのに時間はいくらぐらいかかったんですか。3時間かからないから。次もうやばいから、はい、タクシーですぐ行きます。わかりました、はい、到着しました。はい、この後はロマンティックリーバさんでエステをしてもらいます。ちなみにこれは所要時間いくらぐらいかかるんですか。早くて40、長くて60。おお、感覚最短でしょ。はい、あのなんかすごい麻痺ってます。そう、感覚が。終わったら連絡するね。わかりました。じゃあね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。はい、ありがとうございます。ではハイパーナイフです。ハイパーナイフはどういう機械ですか。ハイパーナイフはセルライトを痛くないのに温めて溶解して老廃物として排泄するっていう機械ですね。ですね。皆さんよかったらぜひ来てください。ありがとうございます。店長の山本さん、そして今日担当してくれたエリナちゃん、そして小原さんです。あとキララがいます。キララがいます。可愛い子しかいないのでぜひ来てみてください。もう日も暮れてきましたね。ずっとセミの鳴き声聞いて眠そうになりました。最後の辛抱だと思って頑張ろうと思います。あ、お疲れ様です。じゃあこれでシェイさんの機能保つメンテナンスはもう終了ってことですか。でもね、はい、今回のこのスケジューリングの中に一つだけいつも言ってるのに組み込めなかったやつあるんで、口頭でご説明してもいいですか。はい、今ゾッとしました。はい、じゃあ一旦振り返ると、はい、整体、はい、ハイフ、はい、美容院、美容診、ラジオ波、ネイル、ハイパーナイフ、そ
そしてもう一ついつもお世話になっている脱毛のサロンがあります。新宿にあるエピラージュというサロンさんなんですけど、機械が医療脱毛の機械なのでめちゃくちゃ痛くなく、めちゃくちゃ早い。本当にタイミング合わず今回はダメだったんです。なので計8種類のいろんな機械だったり内容をしているということが伝わったんではないでしょうか。はい、十分伝わりました。もうだってもう来なくなったもんね、途中一回。いや、違いますよ。あの、はい、綺麗でいる白石さんはこういうことをしてるんだなっていうのが分かってとても勉強になりました。でも2回目以降はもう絶対行かないです。来てよ、なんでよ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。